はい、クラチャンネルです。今日はピッチボールカバーの交換をしてみたいと思います。サンジ君が結構汚くなったんで、モンスターハンターのアイルに交換です。スタート。じゃあ、サンジ君からモンスターハンターのアイルに交換してみたいと思います。と言っても、ただ穴を開けてるだけなんで、今からアイルの方を穴開けてみたいと思います。これは貯金箱なんで、ちょっとここの蓋を開けながら、ここを大きく、こんなもんでしょはい、穴開けも終了しましたんで、装着してみたいと思います。いいじゃん。おー、いいじゃん。目立つか。ちなみにこれ、あのピッチボールカバーってここに今綺麗になってますけど、グリスを塗って、あ、ちょっとはまるようになってますけど、いつもはここにグリスがついてるんで、こういうのをつけとくと、手が当たったり足が当たった時にグリスがつかないっていうためのものです。こういうサンジ君とかアイルとかキャラクターを無理くりこう穴開けて作ってます。市販品はね、バスとかなんかいろいろあるんだけどね、あんまり可愛くないんで、今日からこれでアイルを変化です。煽らないでね。サンジより目立つじゃん。めっちゃ可愛い絶対猫としか思われんけど